学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと、年が年なので、生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって、一人ぼっちになった私は、別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。 学校の授業が始まるには、まだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の、元の宿に泊まる覚悟をした。 友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと、年が年なので、生活の程度は私とそう変わりもしなかった。 したがって、ひとりぼっちになった、わたくしは、べつに、かっこうなやどをさがすめんどうも、もたなかったのである。